おはよう。テラちゃん。テラちゃん。さて、来週からいよいよ東京オリンピックが始まります。映画パーソナリティ、ことぶきつかささんです。ことぶきさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。ことぶきさんが開催に反対していた東京オリンピック、いよいよ開幕します。いや、ちょっと。開催に反対してませんから。あ、してません。いや、これ何回言わせるんですか。ええ。いや、開催に反対はしてませんよ。ただ、東京オリンピックが開催されるならば気持ちよく応援したいなっていう旨は、ちょっといろいろね、お伝えしてきましたけども。あれ、なんか菅総理を名指ししてしっかりとした対応をしろ、説明しろと強気なこと言ってませんでしたっけ。テラちゃん、はい、おはてらで、菅総理って言ったことがない。菅総理を名指ししてしっかり対応しろ、説明しろ、言ったことはない。いや、でも気持ちはありますよ。しっかりした対応してほしいなとか、はい、その部分に関してちょっといろいろ説明してほしいなと思うことはあるけど、そんな名指しして説明しろなんて言ったことはないですよ。なかったでしたかね。で、お願いしますよ。間違えてんじゃないですか、誰かと。ことぶきさん、来週金曜にですね、オリンピックの開会式です。はい、やはりオリンピック開催に反対していたことぶきさんとしては、そんなの絶対見るかって思いですか。また出てきちゃったね。オリンピック反対って、だからさっき言ったばっかりでしょ、反対はしてませんよと。そうですか。やっぱりもしね、やるならば、やっぱ楽しい、まあ、スポーツ観戦趣味ですから、はい、ランジェリーフットボールとかね。ランジェリーフットボール、テラちゃん、先日、はい、ランジェリーフットボールの話しましたよね。そうでしょ。で、懐かしいなんて、やってましたから、通勤ツイッターの方にですね、よく言ったことぶきと、ほう、ランジェリーフットボール待ってましたっていうツイートがね、やっぱりいますね、ランジェリーフットボールファンが。いますね。います、います。やっぱりこれ、仲間にしか言えない感じがまだありますかね。まあ確かにそういうことあるかもしれないですね。すね、はい、まあただですね、ことぶきさんと同じように、一時期東京オリンピックをボイコットしろなんて声が上がっていた韓国ですけど。いや、ちょっとこれ、やだ、このままスルーしたくない。いや、マジで、東京オリンピックをボイコットしろって言ってないから。言ってないか。ここ今スルーしようかなと思ったけど、スルーしたら僕は本当に言ってたみたいになっちゃいますから。あ、そうですかね。この、やっぱり抜き取りというかね。はい。いや、ここだけをこう切り取っちゃって抽出したみたいな形で記事に載られても困りますからね。あ、そうですか。だからね、一時東京オリンピックをボイコットしろなんていう声が上がっていた韓国ですが、はいはいはい、なんと開会式に合わせてムン・ジェイン大統領が来日し、菅総理と1年7ヶ月ぶりに日韓首脳会談を行うなんて話もあるようなんですよ。そうなんですか。こういったね、オリンピックには外交という視点でもメリットがあると思うんですが、その点はことぶきさん、どう思われますか。いや、ちょっとテラちゃんね、ここちょっと一言言わせていただきたいんですが、お願いしますよ。いや、もちろんそのオリンピックでね、まあ、海外の、まあ、主要たる方々がですよ、はい、来日して、そのタイミングで、まあ、菅さんとこう会談を行う、別にこれに関して異を唱えるわけじゃないですが、ちょっとね、やっぱね、オリンピック精神と、この政治というのは、はい、ある程度線を引かないといけないんじゃないかなっていうのは、素人ながら思うんですよね。ちょっと偉そうですけど、言わせていただきました。しかと受け止めましたよ。いや、やっぱ、セナちゃんが受け止めたところで何もならないですね。それはそうなんですけどね。いや、失礼いたしました。いや、一応お聞きしますけど、何ですか？ことぶきさんが今回のオリンピックで注目している競技、やっぱりありますか？ランジェリーフットボールあるんですか？ないですよ。ないですから。今一瞬沈黙してなんか考えてんのかなと思ったら、ランジェリー行っちゃいました？いやいや、こんだけ真面目な話にして、ちょっとこれ言うのちょっとはばかられたんですけど、ちょっと流れ的にちょっとごめんなさい、言っちゃいました。ありがとうございます。いや、すいません。で、ことぶきさん。はい。今回のこの東京オリンピックで採用された新しい種目って、で何でしたっけね。あー、これね、2月ぐらいに一度質問したかと思うんですよ。これちょっとヒント出します。お願いします。4競技。スケボーとかどうなりますか。おスケボー、僕ね、中学時代からずっとやってたんですよ。やってたんですか。僕スケーターですから、僕はこう見えてあの頃からありました。やったわ。
ありました。バカにすんじゃないよ。あ、そうですか。スケートボード全然ありましたよ。小峠さん、はい、スケートボード世界、ああ、なんかね、その話をしたような気もするんですよ。そうでしょ。 あとあれはモトクロスみたいな、BMX みたいな、あれは違います。それ違います。あ、これ違います。違います。じゃあ忘れてください。忘れて、分かりました。はい、1個、1個当てたらいいんじゃないですか。いや、1個、もう1個ぐらい行きたいですね。もう1個ぐらい。いや、なんか、うん。いや、でも最近ほら、テレビで結構映ってますよ。最近テレビで映ってる？このスポーツが流行ってるって。あれですか？え？なんかロッククライミングみたいな。おお。なんかこう壁を登るやつ。スポーツクライミング。あります。ありますよ。あれありますよ、ね。あります。あとね、もう1個。こう当ててもらいたいのがあるんですよ。昔からあったような感じで、もう日本じゃおなじみ中のおなじみなんだけれども、はい、なぜか外れちゃったみたいなもの。外れちゃった？え、これ入ってないのみたいなものあります。昔から、あ、じゃあ日本のこの伝統的な。そうですそうです。柔道あるもん。空手、空手ってありましたっけ？空手なんですよ。空手？空手。もういいや、かなりヒント出してると思うんですけど。あともう一個は、だから、ね、そうです、空手、スケートボード、スポーツクライミング、そしてサーフィン。あ、サーフィンだ。4競技16種目が新しい競技として初採用されてます。なるほど、なるほど、サーフィンもね、ありましたね、それも、ね。寿さん、結構当てたってことは、まさか観戦チケットなんてこっそり応募してたりしませんよね。応募はしましたよ。しました。1個も当たりませんでしたけど。あ、そうですか、はい。さて、そんな中、今朝ことぶきさんが紹介してくれる映画何でしょう。はい、今朝紹介する作品は超話題作、プロミシングヤングウーマンです。そういえば滝川クリステルさんもおもてなしと約束してましたよね。いいえ、ちょっとオリンピック離れてもらっていいですか。あ、そうですか。もう今映画コーナーにクンって入ってるんですよ。はい。ここで僕は今スイッチを切り替えたんですよ。ええ、まだオリンピック引きずってんすか。てか、どういうこと、滝川クリステルさんをもてなしって。いや、もてなしだから。いやいや、プロミシングヤングウーマンだから、なんか浮かんできたんですよ。浮かんできた。ええ、デダちゃん、はい、浮かんだこと全部言えばいいってもんじゃないんですよ。失礼しました。こちらこそ、ちょっと先輩に対して失礼いたしました。さあ、紹介させてください。プロミシングヤングウーマンという作品です。これはね、どんな物語かと言いますと、まあ、ごく平凡な生活を送ってるかのように見える女性キャッシーが、まあ、主人公なんですね、はい。でキャッシーはね、ものすごく頭が良くて、まあ、医大に通ってたんですけれども、とある事情から、まあ、退学してしまい、まあ、近所のカフェで、まあ、働いてたんです、はい。で彼女はね、まあ、切れ者でクレバーだったんですが、まあ、周囲の知らないもう一つの顔があったわけなんですね。でどんな顔かというと、まあ、夜ごと、まあ、クラブとかで一人でちょっとメイクを派手にして、衣装も派手にして外出して、で男性からナンパされるのを待って、はい、でナンパされるじゃないですか。でその後、じゃあちょっとこのお家に行こうだとか、ちょっとホテルで休もうよなんてなった時に、まあ、とある行動を取るんですけれども、彼女がね、なぜ大学を、まあ、退学したのか、なぜそんな夜な夜な謎めいた行動をしているのかっていうのには深いわけがあるんですね。でね、まあ、プロミシングヤングーマンっていうタイトルなんですけれども、まあ、明るい未来を約束された若い女性という、まあ、意味なんですが、主人公のキャッシーはまさにプロミシングヤングウーマンだったんですが、ある事件でこの未来がこう奪われてしまう。それに対する復讐をする、まあ、その後どうなるかというお話なんですけれども、まあ、主人公のキャッシーをですね、まあ、17歳の肖像だとか華麗なるギャッツビーに出演していた、まあ、キャリー・マリガンが演じております、はい。でこの作品、第93回アカデミー賞では作品賞、監督賞などにノミネートされましたが、このキャリー・マリガンも主演女優賞でアカデミー賞にノミネートされました、はい。その上でなんと最優秀脚本賞を、まあ、受賞したんですね。でね、まあ、チラシだとかね、今この物語を、ね、聞いた方はなんかこのヤングアダルトムービーかなーって思う方もいらっしゃると思うんです。要は若い女性がね、こう成長していくみたいな、はい。そんな側面もありながら、実はこの作品、
サイコホラー風でもあるんですよね。へ、このあたりが非常に面白くて、ちょっとね、ジャンル分けが難しい作品、いろいろな顔を持った作品ってことが言えると思うんです。はい、で非常に興味深いのがね、あの劇版、要は映画の、まあ、BGM 音楽なんですよね。面白いなと思ったのが、例えばそのキャシーのね、気持ち、心情あるじゃないですか。はい、これがインスト的な劇版音楽で表されてる。このあたり非常に面白いなと思ってね、劇中の中でね、あのブリトニー・スピアーズのね、タクシーっていう曲が流れるんですが、ただただのタクシーじゃなくて、あのクラシック風なね、バイオリンとかこう聞こえてくるんですよ。そこがキャシーの心情が現れてる。このあたりがね、素晴らしいなというふうに、まあ、思いました。でね、まあ、このキャシーを演じた、まあ、キャリー・マリガン、先ほども言いましたように、主演女優賞でアカデミー賞でノミネートされたんですけれども、まあ、見事。というか、本当にすごいと思いました。あのね、キャシーはね、時折なんか、あの、要はジョーカーに見えるし、ハーレークイーンにも見える。はい。本当にね、この作品ってね、いろいろな顔を持ってるなぁ、なんていうふうに思いました。とにかくね、最後に言いたいのは、この作品、まあ、アカデミー最優秀脚本賞を取ってるという点を踏まえて言うならば、はい、リスナーの方々、映画のセオリーを忘れた上で見た方がいいですよってことね、お伝えしたい。はい、だ要は、まあ、僕もね、人よりはちょっと映画を見てるので、まあ、こうなったらこうなるかなとか、こういうことになったらこうなるよな、みたいな予想ってあるじゃないですか。はい、内容は言いませんけれども、僕自身、裏切られました。いい意味でね、いい意味で裏切られた。本当にね、この作品ね、現段階で年間ベスト10映画です。あ、そうですか。本当面白かった。プロミシングヤングウーマン、ぜひ劇場で体験してみてください。ことぶきさん、映画、プロミシングヤングウーマン、10点満点中何点？それでは、9点でお願いします。今朝ことぶきさんが紹介してくれました映画プロミシングヤングウーマンの劇場鑑賞券3組6人にプレゼントします。メールでご応募ください。宛先tera-eiga@joqr.net 映画プロミシングヤングウーマン、明日7月16日公開予定です。ことぶきさん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。以上ニュースピックアップことぶきシネマのコーナーでした。